赤道車とは、阪神電気鉄道の鉄道車両のうち、大型車両移行後の特急、急行などの優等列車に用いられる車両に採用された塗装を施している鉄道車両の通称。1958年落成の3301.3501型で、クリームとバーミリオンのツートンカラーが初めて採用され、この塗装は当時放送中だった人気テレビドラマ。 赤道鈴之助にちなんで赤道車と呼ばれるようになった。この塗装は1984年から1995年にかけて製造された8000系まで採用された。この配色の車両は2009年1月に西大阪線2015年5月に本線の回送列車及び試運転列車以外での運用と神戸高速線2020年6月に 最後まで残った向川線での運行を終了した。1996年に落成した9000系はステンレス車体を採用したこともあり、創価にオータムレッドと極細のオフィスグレーの組み合わせの帯をフィルムで貼り付けていた。2001年投入の9300系では、8000系以前の車両と同じツートンカラーながらも配色が変更され、プレストオレンジ、シルキーベージュとなった。 この塗装は8 0系の客室内リニューアル工事が施行された編成にも採用されている。さらに2006年落成、2007年10月5日より運行開始された1系はビバチェオレンジとホワイトストライプに変更され、各客用扉の部分と前面の一部のみがビバチェオレンジとなっている。この配色には近畿日本鉄道なら線、 南馬線に直通運転可能な車両という意味も含まれており、前述の急線系も2007年から翌2008年にかけて近鉄直通対応工事を施行した際に同じ塗色に変更している。帯の位置は変更されていない。旧来の赤道車が廃車や塗装変更となる中で最後までオリジナルカラーを保ったまま営業運転に供されていたのは、 向川線専用車の7 8 6 1系7 9 6 1系3編成と7 8 9 0 7 9 9 0系1編成の4編成8両であった。向川線でのみ運用される車両だが、いずれかの1編成は入出庫時に本線を回送扱いで走行していた。これらの向川線専用車についても、 老朽化とバリアフリー対応の推進のため2020年度中に5500系改造車に置き換えられることが発表された。具体的な置き換え時期は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため公表されなかったが同年6月2日をもって一斉に置き換えられた。これにより阪神電鉄における赤道車の営業運転はすべて終了、引退した。ありがとうございます。